こういうことあるんですね。うだちチャンネル、チャンネル、やほやほ、うだちです。JOPT 2日目でございます。初日はですね、ウォームアップってやつ出たので、見てない方はぜひ概要欄に、ね、貼ってあるんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、2日目は、NLH ターボという、前回の JOPT のサイドで出たものと同じものになります。その時は19位だったので、今回はね、ガチでファイナルテーブルは絶対行きたいと思いますので、皆さん期待していてください。行きまーす。はい、始まりました。 NLH ターボ、ブラインドが200、400、アンティブラインド400です。すぐね、ブラインドが上がったので気をつけて頑張りまーす。はい、1万5000点からスタートでございます。はい、始まりました。 JOPT 2日目でございます。この日はですね、気合入りまくっております。キングクイーンオフからスタートです。私は SB の位置ですね。まあ、これはコールするでしょう。カットオフのプレイヤーから1000のレイズが返ってきましたので、コールしてヘッズアップになります。いけいけ、ゴーゴー。最初はね、大事ですよね、なんか流れを作る意味で。はい、ポットを獲得したいものでございます。はい、フラップ開くと6、7、4。はい、何も当たんない。何も当たんないかチェック出ますと5が落ちました。まあ、ストレートもあるんですけども、相手がね、8ポケとか3ポケとかだとあるんですけども、相手もチェックだったので、はい、最後リバーが5が落ちまして、これどっちも当たってないんじゃないかなと思いました。なので、もしかしたらキングハイで勝てちゃうんじゃないかな説、ちょっとだけ打ちます。500。はい、すると相手はホールドしました。相手のハンドがすごい気になりますね。何だったのであろうか。勝ったので良しとしましょう。はい、お次クイーン10オフでございます。 SB の位置でございます。みんなフォールドで回ってきたので、私が 1200BB のレイズをしました。相手はコール、ヘッズアップになります。はい、フロップ開くとエース10エース、はい、レインボーでございます。10ヒットしちゃって、やったと思ったら相手からオールインが返ってきました。これはムムムでございます。これはムムムすぎる。いや、まさかの展開ですね。でも10ヒットしちゃってるし、いや、これ、しかもキッカーもまあまあ強いんですよね、クイーンっていう。で、オールインできたじゃないですか。でも私の方がチップが多かったから、まあコールしても残るっちゃ残るんですよね。皆さんだったらどうします、これ。私はコールしちゃいました。そしたらですね、なんと相手はキング10オフ、私はクイーン10オフ。あっちゃー、キッカー負けしてる。クイーン落ちて、クイーン、クイーン。あ、願いも儚く散りました。かなりショートになっちゃったよ、うだち。大丈夫、取れ高ないよ、大丈夫。はい、続いてショートになってしまったので、テンポケ来たんでオールインです。いや、テンポケありがとう。ハイジャックなのでね、はい、みんな降りてもいいよ、降りてもいい、ポットを獲得できればいいよ。はい、でもやっぱね、ショートなのでオールインコールされがちですよね。え、エースキング出てきたんだけど、エーキン出てきちゃったんだけど、みたいになってます。オールインコール、はい、ね、フロップ開くと5、9、4と落ちて何も当たらない。あ、キング、あ、キング、あー、どうしよう、あー、あ、やばい、うだち散りました。早すぎませんか。史上最速な気がするんですよ、これ。というわけで、リエントリーだー。はい、続いて A キング来ちゃいました。ナイス、 A キング来た。はい、もうこの時点でね、もうね、3人かな入ってて、私が4人目だったんですけど、まあ、A キングでね、まあ、降りれないあ降りれないんだよなみたいな。はい、でオールインしたら、まあヘッズぐらいの人数になるのかなと思って、はい、予想通り降りてくれて、で最後のね方がね、
はい、コールされちゃいました。相手はクイーンズ、うわーと。でもエース当たりました。よっしゃ、これは勝ち確。そしてキングもだったと思って最後クイーン落ちちゃいました。こんなことあると思って、嘘でしょと思って、2ペア揃ったのに最後の最後で巻き返し、無駄チルーズでございます。最悪、はい、ありがとうございました。これはやばい。はい、早々飛びましてリエントリーした私ですが、はい、飛びました。ちょっと待って、史上最速でなんか2回飛んだんですけど、私史上最速で、いやびっくりした。私もこれ全部ダメみたいな、テンポ系きたーと思っていい感じにオールインしたらまくられ、はい、英検も、2ペア揃ったと思ったら、3カードになり相手が無事死亡ということで、こういうことあるんですね。まあでもたまにはね、負けてる動画もいつもいい感じじゃないんだよっていうところもね、ちょっと動画にしていきたいと思います。今日は残念だったんですけど、まあ、初日はね、まあまあいい感じになった分、もう2日目はちょっとあんまり良くないということで、はい、これからも頑張りたいと思います。